腕章を託されてきた歴代の兵たちとは、少し趣が異なる。大声を張り上げて、チームを鼓舞し続けるようなタイプではない。強烈なキャプテンシーで、仲間を牽引するようなタイプでもない。だが、結局はこの男の束ねるグループは、鉄の結束を高め合い、圧倒的な熱量をまとっていった。二冠を得れたというのは、キャプテンとしてもやり遂げた感覚はありますね。楽しかったですし、あっという間でした。苦しいことの方が多かったですけど、日本一を仲間と最後に味わえたので、最高の6年間だったなと思います。プレミアリーグと高校選手権、高校年代の2冠を鮮やかに達成した青森山田高校がいただいた絶対的キャプテン。山本虎がしなやかに発揮したリーダーシップは、チームを最適な形で最高の結果へ導いたのだ。思い出すのはシーズン前の昨年3月、福岡で開催されたサニックス杯でのことだ。正木正信監督は、新キャプテンについてこう言及していた。みんなが、虎がいい、って言うから。自分は菅沢、ガイ、とか柴田、レイ、あたりもいいのかなと思ったんだけど、虎がチームに対する影響力が一番あるみたいですね。そんな、新キャプテンの意気込みも記憶に残っている。もちろんチームが勝つためにやるのもそうですけど、試合や練習でも、自分がミスしたら失点する、ぐらいの気持ちでやっているので、チームの中で自分が一番やるんだ、という覚悟を持ってやりたいです。高校に入ってからはずっと怪我が多くて、去年も結果を出せなかった分、今年はキャプテンでもあるので、チームとしても結果を出さないといけない1年間だと思っています。小さくない決意を携えて、高校ラストイヤーへと足を踏み入れた。プレミアリーグでは前半戦から首位を快走し、好調をキープしていた中で、チームに大きな影を落としたのは旭川で開催された夏のインターハイ。優勝だけを目指していた青森山田は、3回戦で結果的に頂点へと駆け上がる明秀日立高校に、後半アディショナルタイムの決勝点を献上し、早期敗退を突きつけられる。